だけ見て。はい、大丈夫です。大丈夫大丈夫、まっすぐ。おら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 、はい、その辺で OK です。はい、アメシャワールドの、公式 YouTube チャンネル、100万円以下で中古車を買う企画、こちらはですね、2001年型 GMC ユーコンです。もともと取材の予定はなかったんですが、こちらのアストロ、こちらを取材に来たんですけど、たまたま置き場に置いてあったこちらを発見して、社長、浅沼ファクトリー代表の浅沼さんにお伺いしたところ、何でも新兵で走行4万キロ台で、それでいて車両本体価格90万円、あ、これいいんじゃないということで撮影することにしました。GMC ユーコン、シボレー・タホの GMC 版ですが、新兵自体が少ないですし、走行4万キロ台の新兵とかなかなかないと思います。これがですね、中兵の10万キロとかであれば、多分この半分の値段でもその辺で見つかると思うんですが、程度がいいこれだけのユーコン、このモデルはちょっとないんじゃないかということで撮影させていただきます。はい、ちょっと車を見るんですが、ナンバーはついてるんですけど、ちょっと車検が切れてるんで持ち出しができないんで、まあ、ちょっと展示場内で置き場内で見ます。2001年型、18年前の車っていうことを考えれば、特に大きい傷とか擦り傷とかも見当たりませんし、車自体は程度はいい、本当にシャンとしてるんですが、黒のボディカラーなんで、まあ、ところどころ塗装にやれは見られます。ただ、ボディ自体は非常にしっかりしてますね。どうしてもその黒の場合、こういう日焼け色あせですね、クリアの色あせだったりとか、こういうちょっとした塗装のやりはもうしょうがないですね。はい、ホイール純正ノーマル、タイヤグッドイヤーですね。こちら20インチかな、27555R20、前後とも、同じです。まあまあボディはいいと思います。さすがに新兵低走行ローマイルっていう感じですね。じゃあちょっと中を見てみます。はい、でなり内装、こちら GMC のデナリはシボレーのタホよりも少し上位の、上位というか高級ディビジョンにはなりますんで、内装は少し豪華になってます。この車珍しいのはフロントがベンチタイプになってますんで、333の9人乗りですかね。でなんですが、こちらの車両ですね、サードシートを取り払ってまして、33の6人乗りの登録になってるそうです。セカンドシートとか本当に綺麗ですね、程度いいと思います。ちょっと乗ってみます。フロアとかもすごい綺麗ですね、なんか土器みたいな感じです。はい、カロッツエリアのナビゲーションがついてる以外、まあ、あとダッシュマット入ってる以外は基本的にはオリジナルですね。
今ランプついてるのはちょっとリアがついてるからですね。ちょっとエンジンかけてみます。はい、走行距離ですね。これはトリップか。はい、48,233キロ。2001年型のユーコンでこの走行距離っていうのは本当に珍しいと思います。はい、こちら4駆の切り替えスイッチ、全てボタンで OK ですね。ボタン類とか本当に綺麗ですね。エアコンすごくよく効いてます。もう全然調子いいですね。ナビ、カロッセリアのナビですね。これ普通に動きますね。あと、ダッシュマット、それと、アルパインのリップダウンモニターで、このベンチはいいですね。本当にすごく綺麗ですね。これインテリアはすごく程度いいと思います。はい、じゃあちょっとエンジンを見てみましょう。よいしょ。はい、エンジン、5.3 リッター V8 ボーテックエンジンですね。シルバーラード、タホ、サバー、みんな同じエンジンです。これフルノーマルですね。かなり綺麗です。99年までの 5.7 リッターからこのボテックの 5.3 に変わった時にはなんかすごく洗練されたなっていう印象でしたけど、今乗ると普通に本当にアメリカン V8 という感じ。丈夫でパワフルでスムーズですごくいいエンジンだと思います。このボンネットダンパーというか通常のダンパーじゃなくてこのタイプはいいですね。丈夫で、あとこちらバッテリーキルスイッチついてますね。これしばらく乗らない時とかすごく役立ちます。ベルトとか新しいですね。ポルタはまあ消耗品ですから、まあ、さっきエンジンかけた感じも綺麗にアイドリングしてましたしいいと思います。今は泣き、はい、これいいですね。このリアのウィンドウだけ開くこのシステム、これは結構好きですね。で、あ、ごめんなさい、今失敗しました。本当はあのウィンドウを閉めてから開けないといけないです。サードシート取ってるんでラゲッジは本当に広いですね。こちらのアストロなんかと同じでガッシャンとサードシートをつけるタイプです。すごくラゲッジも綺麗ですね。いいと思います。でもこれ、あ、そっか、1ナンバーで、うん、だから取ってるっす。サードシートを取ってるわけですね。はい、ちなみにこのラゲージかなり高めに開くんですが、170センチぐらいかな、あの小柄な人でも締められるようにちゃんと、釣り革がついております。まあ非常に綺麗な車両ですね。はい、こちらのユーコンデナリー、まあやっぱポイントは新車並行で実走行の4万キロ台の走行ってこと、まあそれがこの99
190万円という価格になっているわけですが、まあ珍しい336人乗りの1ナンバー登録で、90万円悪くないと思います。まあ18年前の車なんですが、ボディとかしっかりしてますし、これはいじらずにそのまま乗りたい。まあ塗装だけちょっと綺麗に直して乗ればおしゃれじゃないですかね。車自体エンジンミッション足前とかしっかりしてそうなんで長く乗れると思います。これ悪くないですね。